あらこんばんは先月の教会のミサイ来ですねお元気にされてましたかそうですかそれは良かったですえこんな夜遅くに人の少ない裏通りにいるのは危ないですかですが 大切な人を待っていたので大切な人がどなたのことか気になりますか <laughs> いいですよ教えて差し上げましょうかそれはもちろんあなたですよ私は あなたたののことを待っていたのです。だってずっとお会いに来てくださらないのですから私のことを「かわいい」って言ってくださったのに私ってずっと教会で育ってきましたからあんまり若い男性の方とお話しすることがなかったんです。 だから、この前の、あなたとのおしゃべりは、緊張もしたんですけど、本当に楽しくて。可愛いとか、綺麗とか、たくさん言われて、胸がドキドキしました。だから、あなたがまた教会のミサに来てくれるのを楽しみにしてたのに、あなた、 全然来てくださらないんですものもうどうしてお会いに来てくださらなかったんですかでもいいんですよ許して差し上げます今日こうやって会えたのですからあなたはまた酒場に行かれるところだったのですかお目当ては 酒場のあのウェイトレスさんですよねええ知ってますよあなたのことはいろいろな方に教えていただいたのでやっぱり男性はああいう肌の露出したあしたない格好をした娘がいいのですかああいう格好は男性の心を惑わすのでよくありません 品がありません。ですがあなたがどうしても着てほしいとおっしゃるのであれば私だってああいう格好をしてもいいですよ。教会では見せられませんがあなたと二人きりの時ならばどんなに品のない服でも着て差し上げますよ。ええ大丈夫です。 神様もきっと許してくださいます。愛する男性のためですもの。ただ、あなたにお願いがあります。いろいろな方に愛をささやくのはやめてください。あなたにその気がなくても、あなたに可愛いいと言われたら、相手の女の子が勘違いをしてしまうかもしれません。あなたが愛してるのは私だけなのに。 そうでしょあなたは、私だけを愛してますよね。いろいろな方に愛を振りまいてはいけませんよ。それは神の教えに反しています。ただ、一人だけを。ちゃんと、私だけを愛してくださらないと。<laughs> では、今日は酒場に行くのはやめて、あなたの家に帰りましょうか。 ええ、もちろん。私も一緒ですよ。一緒に夜を過ごしましょうね。あら体が勝手に動く酒場に行こうとしてるのに家の方に歩いてしまう <laughs> それは不思議ですね。でも大丈夫です。それがあなたの本心なんです。私と一緒に。 夜を過ごしたいんですよ <laughs>